はい、もしもし。あ、もしもし、俺だけど。あら、もしかして匠？そうそう。久しぶりね。元気してた？あのさ、家に駅の遺失物センターから電話かかってきてなかった？いや、来てないけど。どうかしたの？いや、実は会社のカバン電車に置き忘れちゃってさ。あら。その中に俺の携帯も入ってて。あ、そうそう、これ会社の携帯だから一応登録しといてほしいんでね。まあそりゃ大変ね。そうなんだよ、困ってるんだよ。あ、でもし駅から連絡あったらこの電話にかけてほしい。わかったわ。はい、もしもし。あ、もしもし、母さん、まだ連絡ないよね。そうね、まだ来てないわね。まずいことになっちゃったんだよ。ん？その亡くなった会社のカバンなんだけど、今日取引で使う小切手が入ってて、今日の夕方までにないと絶対まずいんだよね。あら、そりゃ大変。ちょっと今隣に上司いるから一旦代わるね。うん、わかったわ。あ、もしもし、私山田と申します。あら、どうも。息子がいつもお世話になってます。今日彼がなくしたカバンの中に入ってた500万円分の小切手なんですけども。あら、500万。はい、今日の商談にどうしても必要なものでして。まあそんな大変。はい、まあ、会社とも一応相談はしたんですが、まあ、一時的に一旦我々で建て替えるという話になりまして。はい、はい、で私も家族に相談してなんとか半分の250万円は用意したんですけども。はいはいはい。なんとかお母様に残りの半分お貸しいただけないかという相談なんですけども。なるほど、事情は分かりました。はい、ぜひちょっと、うん、はい、はい、よろしくお願いします。分かりました。すいません。うん、母さん、そういうことだからちょっと申し訳ないんだけど、今から銀行とか行けるかな？銀行に行って、で250万円下ろせばいいのね。ありがとう。あ、で銀行の人に利用目的とか聞かれると思うんだけど、うん、家のリフォーム代って言っておけば時間かかんないらしいから、ちょっとそうやって言ってほしいんだよね。わかったわ。申し訳ない。ごめん、お金下ろせたらこの番号にまたかけてほしい。うん、わかったわ。うん、じゃあお願いします。はい、もしもし。あ、もしもし、母さん、どう？銀行行けた？あ、ごめんなさい、まだ全く準備が。そう。ごめんなさい、家が好きすぎて。あ、母さん昔からそういうとこあったもんね。そうね、母さんの良くないとこね。でもごめん、俺の人生かかってんだ。だからちょっと急いでもらえるかな。わかった、頑張ってみるわ。はい、もしもし。あ、もしもし、母さん、どう？銀行行けそう？うん、まだ何にも準備してない。いや、何にも準備してないのかよ。何やってたんだよ。ちょっと米粉でパン作って。いや、米粉でパン作ってたのかよ、息子のピンチの時に。ごめんなさい、家好きすぎて。家好きすぎる人しか米粉でパン作んないもんね。いや、じゃなくてちょっと急いでほしいの。もう夕方まで必要だから。はい、もしもし。母さん、どう？今パラビで相棒見てて。いや、頼むよ母さん。ごめんなさい、家が好きすぎて。めちゃくちゃ家好きじゃん。立体音響80インチでごめんなさい。いやいや、もうやばいんだって。もう母さん、家好きなの分かってる。家とあんたどっち好きとか聞かないで。事実は案外残酷だから。それもう言ってるよね、もうね。ん、はい、もしもし。あれ、ね、寝てた？うん、寝てた。寝てたんだ。ハンモックで寝てた。しかもハンモックでかい。家好きすぎるだろう。いや、母さん、ちょっともう山田部長も参っちゃってるんだよ。ちょっと一回変わるね。うん。お母様、すいません。はい。今回の取引が不成立になると会社としてもダメージが大きく、息子さんにも責任を取ってもらう必要があるんですよ。紛失した小切手の分に加えて賠償金の請求の可能性分。お母様、あれ、お母様、もしもし。もしもし、母さん。家？うん、だよね。母さん、どうしたら動いてくれる？もう本当に時間なくて。そうね。あ、じゃあ、梨食べたいから、ギフトで送って。そしたら動く。あ、え、いやでも今俺、携帯に。今、電話番号にメッセージで送れるやつとかあるからね。その会社携帯で送って。うん、わかった。それ送ったら、動いてくれるんだね。うん。くそ、出てくんない。なんでだよ、母さん。足も送ったのに。
俺のこともう好きじゃねえのかよ。あのん？あなた匠くんじゃないですよ。